第7節、病気の原因は潜在意識の自己処罰であるでは人間の潜在意識はどうして人を時にがんなどの病気に陥れるというような不幸な方向に導いてしまうのでしょうか東洋哲学では次のように考えています人間は本来心の中の一番深い場所に無限の尽きることのない自由と 全てを包み込む豊かな愛とあらゆることを可能にする想像力を持っています。西洋流の哲学ではこれを「真・善・美の追求」という言葉で表現していますし、ヨーガの哲学ではこの心を「真和れ」と呼びます。この心こそが一般に「神」とか「仏」とか「宇宙意識」などと呼ばれている存在の実態で 全ての人間の心の中にそのような能力が備わっています。このように、無限の自由、愛、想像を追求していく、生き方をすることが、人間がこの世に存在する目的なのです。中国の老子流の東洋哲学では、このような生き方を、道、道という言葉で表現しています。無限の自由、愛、想像を実現した理想の状態を、 仏教でははあるいい涅槃と言います。神とか仏とか宇宙意識は全て人間の心の中に存在するものであって決して人間の外に存在しているものではないのです幸福の青い鳥は山の彼方ではなく自分のすぐそばいや自分の心の中をいつも飛び回っているのです人間は天地自然の理である道に従って生きれば 神や仏のようにに偉大な存在に到達できる可能性を秘めています天地自然の理といっても目に見える存在ではありませんがこの天地自然の理である道のことを忘れて目に見える現象だけにとらわれて誤った勝手放題の生活をしていると人間は次第に破滅する方向へ向かっていきます。偉大な潜在意識は 人間の破滅をを防ぐために警告を発しますこの警告が病気であったり不幸であったりするわけです。病気や不幸は自分の心の深くから自分自身を正しい方向に導くために自分自身が起こしていると言えます。要するに病気や不幸の原因は自分自身がそのもとを作り出しているわけです。もっと言えば 病気や不幸は自分自身の潜在意識が自分を罰している自己処罰であるということになります東洋哲学ではこのような見方をしていますからこの原因論から考えて病気の原因を解明すればその治療法もおのずと明らかになります潜在意識を自己処罰の呪縛から解放し 正しい天地自然の理に従った道を目指した生活ができるような潜在意識に方向転換してやればいいのです潜在意識を癌で死にたがっている状態から自由と愛と想像力を積極的に追求する心に転換してやればいいのですすなわち潜在意識の在り方を変える方法論こそが精神療法なのですこれは言葉で言えば簡単ですが 実際に行うには整理された方法論が必要になりますこれがこれから述べるがんの精神療法ですがんの精神療法とは潜在意識にアプローチしてそのあり方を根本的に変革する方法論なのです